はい皆さんこんにちはヨガジェネレーション代表の三木増でございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日も素敵な心のお話。しかも今日はヨガの先生特に必見会ということで、まずはゲストのご紹介です。僕の大好きな先生でございます池袋オリ池袋オリーブメンタルクリニック院長先生です松島さし先生です。こんにちは。よろしくお願いします。 いやー心のシリーズ第三回目でございます。<ー>とってもね、うんとなんかニヤニヤニコニコしながら喋ってますけれども、内容があるあの動画になってると思いますのでね、よかったら前回前々回見てからこれ見ていただければと思いますが、今日はヨガの先生かなり必見かな。と。うんうん、しかも僕のところにもサチエ先生のところにもめちゃめちゃ質問が来てるはず。うんうん、あれです。あれですね。はい。今日のテーマ発表します。はい。ヨガの先生 が。心がちょっと弱ってる生徒さんとの。距離の取り方について。ああ、難しい。難しいですね。ね距離感です。距離感。うん、これね、ミキゾーは、まあ、いろいろね、ビジネス講座とかやってるじゃないですか。うんうん、まあ、近く踏み込んでいけ、うん、まあ、前提はそうなんです。いろいろこう相手の立場に立って、だけど。やっぱり対象が。うん、ちょっと心が。ね、弱ってる方で。うんうん だからこと依存体質でとかっていう方の場合はそれが逆効果になってすごく依存されるみたいなことになってなかなかちょっとトラブルとまでは言いたくないんですけれどもどうしましょうみたいなことを僕はよく相談を受けます。先生ははどうううでですすすすかか同じよなな相談があ <laughs> ありり、ね、<laughs> りままねやっぱそん今日はこの 生徒との距離の距離感ですね、うん、あの取り方みたいなのを少しアドバイスいただければなと思いますけどどうすればいいですか大前提として、うん、ここまではできるけどここまではできないっていう LINE はうん、うん、あらかじめ設けておいた方がいいですね大事。自分がダメになっちゃってからあ全部ダメって言っちゃう人が時々いるんですよね、うん、はいるそれだと、うん まあお互いあまりいい関係性作れないので、あらかじめあここまではダメですよとか決めといた方がいいと思います。なんかそれって専門的なやり方っていうのがあるんですか。あそうですね。私たちの業界でもリミットセッティング。リミットセッティング。おおそういうのがあるんですね。そう、限界を設定する。ここまでは踏み込んでいいけどここまではダメです。なるほど。なんか僕はちょっと素人なので、どういうその目の前に現場が広がっているのかその。 メンタルの現場ではどうなってるのかは存じ上げないんですけど、うんうん、結構来そうですね。来、ね、<laughs> 来る結構ますねなるほど。そこに対してそのリミットセッティングっていうここまでは OK どうぞって、うん、あの踏み込んでいただいて大丈夫ですだけどこ,こっからはちょっとっていうところに、うん、でもそういう場合はどうこう。 拒否って言うんですかね。うんうん、そこからはダメですよっていうふ、うん、うなアピールというかその態度というかうん、うん、ど,どうしたらいいんですかなかなかヨガの先生って、うん、優しい人も多いからどうこう言えばいいんだろうみたいなそうですね。はい、分かりやすく言えば深夜の LINE には返信しませんよとかあなるほど。あと自分が休暇を取っている場合は。うん 絶対にこう仕事の内容のことは、私はやんない方がいいと思っているので、うんうん、僕もそう思います。うん、はい、しっかり休めませんからね。うん、やっぱりヨガの先生だって。休みは必要だし、うん、で、そういう時はまこの間はまあ自動。あの折り返しのメールとかに設定しておいて、その間はちょっとホリデーなので。はい 対応できません。っていうことは言って、全然問題ないと思います。ですよね。僕もそう思います。しかも、最初肝心ですよね。そう、そうなんです。やっぱりそうですか。いっぱいいっぱいになっちゃって、全部ダメっていうふうに言っちゃう方も時々いらっしゃって。そうするとね、お互い関係が築けない。いや、まさに、あの。僕は、なんかリミットセッティングの話を聞いた時に、ヨガの先生によくアドバイスしてるのが。時間で制限してもいいんじゃないと。 なんかよくアドバイスするんですよ。例えば相談があるんですけど、うん、なんかクラス終わった後にね、15分。ここぐらいはね、うん、別にケースバイケース、ああ、なんとかこう歩み寄ってあげたいなと思う人にはね、うんうん、その15分をギフトする。そう、とてもいいことだと思うんですよ。うんうん、これ4時間になっちゃダメでしょと。そうなの。<と>そこです。<laughs> ないですか気づいたら2時間、3時間、4時間経ってちゃ、経ってたみたいな。お茶飲みに行ったらなんか経ってたみたいな。あげくの果てに気使って私お茶代払っちゃったみたいな。<laughs> ないですか あ昔あります <laughs> 優しいね。いやいやつまりは、うん、みんなでも通るんだと思うんですよ、うんうん、ここって。でそうやってこういろいろなこう経験をしながら自分のこうリミットセッティングができるようになると思うんですけど、うん、なんか日本人って何が正しいのかとか、うん、どういうふうにしたらいいのかが分からない人が多いから、うん、今日は幸恵先生にそういう話を聞いてるという、うん、そういう次第でございますが他になんかないですかどうしたらいいですか 他にまあリミットセッティングリミットセッティング他ないですか時間あと1対1は避けるってことかもしれないねああ面白い1対1ってやっぱ感情的なやり取りがヒートアップしやすいんですよねなのでわーって泣かれちゃった時自分も辛くなるだけどもしかして第三者がいてくれたらちょっと関係性って三角になるので確かに変わるんですよ面白い 面白い。ほっ。うん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 。なんか結構こう、あのカップルカウンセリングなんか、またに典型ですけど、二人で話し合っても、何もこう、生じないのか、何も生まないのか、誰か一人いてくれると、ちょっと変わってきたり。面白い。面白い。それすごい共感できるかも。うん。そうなんですよ。他にないですか他に。他に。他に。もうどんどんちょっと教えてあげてほしい。そうですね。 これ一回やっぱりさっきの時間で設定して、うん、一回切っちゃうっていう勇気も必要だと思います。うんうん、その通りだと思います。うん、はい。その時間で切るっていうのはね、うんうん、重要ですよね。ですね。やりますなんか。うんうん、あと、でも。<laughs> それをやってるにもかかわらず、やっぱりね、一定数。どうかな。 この言葉自体は強い言葉だからなんかちょっとストーキングまがいなことに発展しがちなケース、うんね、あの少なくないんですよねヨガの世界なな、ね、やっぱりヨガの先生すごく優しい方が多いので、うん、話を歩み寄って聞いていくと、うん、この人はってもう本当にパラサイトじゃないけど依存して、うんうん、それが度を超えてストーカーみたいになるみたいなことが僕はちらほら聞くんです、うん、ゼロじゃないんですよ結局、うん、それなってしまったらどう対応したらいいですかね、うん、いや非常に難しいんですけれども難しいですね 絶対いろいろ経験ありますよね。<笑>,<笑>,笑いでごまかすという、ね。そうでね。はい、まあ、ある種、こっちも場数を踏まないと、うん、その対応の仕方って難しいと思うんですね。うんうん、で、やっぱり。個別の対応で、やっぱ一対一で。その問題を解決しようとしない。うん、な周りにやっぱり、こう、相談したり。うんうん、必要によっては、こう。 もうちょっとこう上の方を呼んでお話し合いの場を持つとかですね、うん、でちょっと注意とまではいかないかもしれないけれども、うん、そ,れをそこまではやっぱりやっちゃいけませんよっていうことは伝えた方がいいと思います。い、うん、いいアドバイスだと思いませんか僕もね あの同じような相談を幸智江先生ほどじゃないけれどもやっぱりビジネス講座やってる以上は受けるんですだからその時にやっぱり多いのはなんかね最初肝心だなってさっき申し上げたことですね、うん、だからなんかこうまだ生徒が少ない時にこう先生先生って頼られたら全部の時間を使いたくなる気持ちはこれ分かります。 だけど、その先には大きな代償もあるから、まあ選択肢は2つです。それを覚悟して踏み込んでみて、痛み目をある程度ね、ちょっとすり傷。あ、こういうことかっていうのを体験してみるのも僕は別に構わないと思ってます。ただし、いや、そうはなりたくないな。私もちょっとしんどくなっちゃうの困るなっていう場合は、今日の話なんかを、えー、参考にして、リミットセッティングして、ここまでは、 踏み込むけれどもここからはごめんなさいするっていう勇気を持つっていうような話に聞こえていただければ嬉しいかなと思いましたいやー心の話めちゃめちゃ面白いやっぱりヨガはこっち系いろいろありますんでどうでしょうねこれコメントいただけませんかあの幸江先生とのシリーズ良かったらねあの頻繁にはお忙しい方なんで無理かもしれませんけれども、うん こんなことを聞いてほしいとかこんなことを教えてほしいっていう方ねいらっしゃったらコメントに書いていただければね次回でも次次回でもね取らせていただきますのでそしてヨガ×精神疾患いろんな精神疾患ありますねそれやっぱり知識ベースとなる知識っていうのがすごく大事のように僕は思いますなので立恵先生と一緒にねヨガ×精神疾患という講座が9月の22日にオンラインで開催予定でございますのでよかったら概要欄チェックしてみてください 最後に先生何かそのヨガの民たちへ温かいメッセージをいただけませんでしょうか。そうですね。うん、あのヨガやってる方は心がオープンで、うん、多分ノーって言えない人が多いと思、うん、多いです、ね。すそういう場合はちょっと一段下げて本当、うん、言いづらいんだけど、うん、今ちょっと時間なくて。うん ごめんね次に15分だったら取れるよみたいなこう一歩下げて自分の要求を通す、うん、これはアサーサティブなコミュニケーションって言うんですけどもそういったことを心がけてノーと言える先生になってもらいたいと思います。うんうん、あ,あ素晴らしい。うん、要は断り方にもいろいろな相手を傷つけない断り方があるよってこと。そう,そうですそうです。だからウィ,ウィンウィンな関係を築くためにもあそれダメだから。 っていうのだとうん、うん、ちょっとトゲがあると思うんですけど一、うんはい、回下げる、うん、これはぜひとも習得していただきたい技術かなとか素晴らしいお話 <laughs> ありがとうございますまだまだ聞きたいこといっぱいありますのでね定期的にこうやって登場していただきますのでまずは9月22日講座に注目していただければと思います節税先生ありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまたお会いしましょうではでは